これはもうがっつりトリケラトプスじゃなくて要塞です。なんか腕変形させるとなんか別のロボ感が出ちゃいますね。皆さんこんにちは、ヒロゲーです。はい、今回の動画は僕が作った変形合体ロボの動画になります。前回の動画でティラノ竜王とキラーエンペラー、この2体が合体したキラーティラノ竜王を紹介しました。今回の動画では前回のキラーティラノ竜王で紹介したトリケラトプス型ロボを紹介します。この2体の動画はこの動画の概要欄に載せておきます。合わせてみてください。はい、それではトリケラトプスロボを見せます。それがこちら。はい、こちらでございます。前回の動画でも話した通りめちゃくちゃ要塞感が出てます。こちらの名前はハイパーカノントプスです。名前の通りトリケラトプスに砲台や挙動砲がめちゃくちゃついてるのでハイパーカノントプスにしました。正面から見るとこのようになってます。これはもうがっつりトリケラトプスじゃなくて要塞です。後ろはこのようになってます。では改めて近くで見ましょう。まずこちらが頭部になってます。頭部についてはレゴクリエイターの恐竜あれのトリケラトプスを、まあ、ちょっと改造したものになってます。角がミサイルで鼻がガトリング、そして前足がキャノン砲になってます。そして胴体はこのようになってます。ちなみに後ろ足はこれです。これじゃないです。ちなみにこれは何なのかというとキャノン砲です。はい、そして後ろ足はこのようになってます。後ろ足にもミサイルがついていて、ここも銃で、でさらに一番上は砲台になってます。これはパッと見ていかに要塞感かつめちゃくちゃ強そうに見えます。ではこのハイパーカノントプスで大きさ比較いきます。まずミニフィグと並べるとこんな感じです。なんかミニフィグが乗ってそうなイメージはあります。ちなみに残念ながらこのハイパーカノントプスもミニフィグは乗れません。続いてはレゴマリオと並べるとこんな感じです。なんかレゴマリオの味方ロボ感があるな。ちなみにこれツイッターの先行動画でこの部分にレゴマリオ乗せてみたんですけど、なんかマリオの最終兵器みたいな感じでちょっとかっこよかったです。次はよっとレッドキラーと比較するとこんな感じです。ちなみに高さと全長の幅についてはレッドキラーが勝ってるんですけど、パーツ密度に関してはハイパーカノントプスの方がめちゃくちゃ高いです。表面から見るとこんな感じで、側面はこのようになってます。では次はよっとキラーゲーラーと比較するとこんな感じです。なんか今回のカノントプスがアバレンジャーのステゴスライドみたいに見えるような。はい、ではお待たせしました。このハイパーカノントプスをロボモードにします。ちなみにロボモード時の名前はハイパートリケラ獣王です。では変形させます。ちなみに変形合体の工程はパズル合体となってます。では合体させます。まずこのキャノン砲を取ります。次にこのパーツを取ります。で、次に後ろ足を取ります。反対側も同じです。そしてここから胴体を取ります。で次にこの2つのパーツを外します。で後ろ足の足をこのように取ってこのパーツを取ります。反対側も同じです。はい、まずはこのようにバラバラにしました。ではここからもう一度合体させます。まずは後ろ足から、先ほど取り外した後ろ足を合体させます。合体はここのパーツです。でさらにこのパーツを合体させます。そしてこのパーツをカノントプスの時にはここに取り付けてたんですけど、ロボモード時ではここに取り付けます。はい、これがロボモード時の足になります。反対側も合体させます。はい、これで足の完成です。では続いてはこちらを変形させます。ちなみにこのパーツはロボモード時に腕になります。では変形させます。まずこのヒンジを外側に持ってきて、このパーツをまっすぐにして90度回転させます。そしてこのパーツを取れば、はい、このように拳が出てきます。取り外したキャノン砲を肩に取り付けます。はい、これがロボモード時の腕になります。では反対側も同じ要領で変形させます。回転してキャノンを取って肩に合体。はい、これが両腕になります。ちなみに胴体も変形させるんですけど、変形の手順の関係でこれは後にします。では最後はこちらの頭部を変形させます。まずトリケラトプスの頭部をワンクリック上に上げます。そしてこのヒンジを使ってまっすぐにします。このヒンジを3クリック下げて、先ほどまっすぐにしたトリケラトプスの頭を1クリック下げます。そしてこの砲台を1回取り外します。はい、これで変形は完了です。ではここから合体させます。まずは胴体と足を合体させます。
次に腕を合体させます。反対側も同じです。次はこのパーツをここにセットします。ちなみに合体ジョイントはこちらにあります。そしてこの包帯パーツを下げます。では最後はこちらのパーツ、これがロボモード時の頭部になります。ちなみにどうなってるのかというと、はい、こんな感じです。ロボの頭部が後ろにあります。頭部を取って合体させます。そしてヘルメットをこのようにして、このように合体すれば完成。これがハイパートリケラ獣王です。はい、今回もトリケラトプスからロボへ変形させました。カノントプスですごい特徴的だった砲台がロボモード時でも見事に強調されています。いやもうこれはめっちゃかっこいい。はい側面はこのようになってます。前回のキラーエンペラーはめちゃくちゃ薄かったんですけど、今回のハイパートリケラ獣王は割とちょっと長くなってます。ちなみに後ろが結構出っ張ってると思うんですけど、これについてはまあ後々話します。裏面はこのようになってます。裏面は結構さっぱりしてます。はい、では近くで見ましょう。まず頭部はこのようになってます。頭部は見る感じめちゃくちゃ強そうに見えます。頭部のこだわりポイントなんですけど、真ん中の赤いクリアパーツです。であとは4つの砲台です。そして胴体はこのようになってます。この胴体のトリケラトプスがむちゃくちゃかっこいいです。ちなみに正面から見るとこのようになってます。そして腕はこのようになってます。腕の造形についてはティラノ竜王とキラーエンペラーと全く一緒です。そして下半身はこのようになってます。では続いては可動範囲について説明します。前回のティラノ竜王とキラーエンペラーはめちゃくちゃ動いたんですけど、今回のハイパートリケラ獣王はあんま動きません。まず頭部がこのように可動して、さらにヘルメットのキャノン砲がこのように動きます。そして腕がこのようにクリックで動きます。あー取れちゃった。そして腕がこのように動きます。こんな感じで広げたりすることもできて、でさらに拳もこのように動きます。こんな感じで曲げることもできます。で下半身なんですけど、下半身はあんま動きません。まあ強いて動くのであれば円形の恩恵でこんな感じで足を開くことができます。はい、可動範囲を活かしてこのようにポーズを取らせることができます。腕と頭部が動くだけでめちゃくちゃ躍動感が出ます。はい、それでは武器を持たせます。これがハイパートリケラ獣王の武器のハイパーマグナムです。持たせる際はここにセットします。はい、武器を持たせるとこんな感じです。でさらにこのハイパートリケラ獣王のもう一つのギミックが、まずこの武器を取って肩のキャノン砲を腕に取り付けることができます。じゃあせっかくなので反対側もやってみます。はい、両腕をキャノン砲にするとこんな感じです。うわ、めちゃめちゃかっこいい。前回のキラーエンペラーの時は足の爪パーツを変形させることでキラー王の鍵爪状態にすることができたんですけど、今回のハイパートリケラ獣王もキラーエンペラーみたいに腕を変形させてみました。なんか腕変形させるとなんか別のロボ感が出ちゃいますね。でさらにこのハイパーマグナムは肩に取り付けることができます。はい、これで余りパーツはゼロになります。ちなみにこのハイパートリケラ獣王の必殺技はこのように一斉射撃をするハイパーフルバーストです。こういう感じで一斉放射するのがすごいかっこいいです。はい、それでは最後大きさ比較いきます。まずミニフィグと並べるとこんな感じです。あーもうミニフィグと全然比べ物になりませんね。もうおよそミニフィグ7、8体分はあります。では続いてはレゴマリオと並べるとこんな感じです。レゴマリオおおよそ4、5体分はあります。あ、なんかこうして見るとレゴマリオが乗ってそうな。いや、これ乗ってたらなんかこれもこれでありかも。では続いてはティラノ竜王と並べるとこんな感じです。大きさ的に今回のハイパートリケラ獣王の方がちょっと高いです。では最後はこちら、キラーエンペラーと並べるとこんな感じです。なんかこの2体を並べちゃうとキラーエンペラーがなんか敵ロボみたいになっちゃうな。実際のアバレンジャーのアバレキラーもまあずっと敵だったので、なんか僕はこういう感じで見えちゃうのかな。はい、ということでトリケラトプス型ロボハイパーカノントプスとロボ状態ハイパートリケラ獣王を紹介してみました。今回のトリケラトプス型変形合体ロボも他の変形合体ロボにないようなことをしたので、僕はこれ
これで結構良かったと思います。でさらに言うと、実はハイパートリケラ獣王はティラノ竜王とキラーエンペラーと合体します。もうはっきり言います、この画面のロボ全部が合体します。前回の動画でも言ったんですけど、モササウルス型ロボも2体のロボと合体して3体合体をしたんですけど、かっこよくなかったので、今回の合体はめちゃくちゃかっこよくできたと思います。では次の動画ではこの3体のロボが強化合体して1つのロボになります。楽しみにお待ちください。はい、以上ヒロゲーでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ。